わしらはここで待つとしよう。この部屋に入れるのは光の一族だけのようじゃ。待ちかねたぞ、光の子よ。さもなくばここがそなたの墓場となろう。ずいぶんと荒っぽい試練だな。だが完璧に乗り越えてみせる。あいつを取り戻す力を得るために。全力はまだだ、まだ足りぬ。我に示せさらなる強き意志を。望むところだ。必ず打ち勝ってみせる、この試練に。試練に挑むだけのことはある。あいつを救える力が得られるなら、俺はどんな試練も乗り越えてみせる。良き覚悟だ。ならば見せてみよ、そなたの渾身の力を。光の子よ、その力と覚悟、確かに見届けた。認めよう、そなたが一族の力を受け継ぐべきものであると。それは真なる光の力。どのような深き闇も
明るく照らし消し去ることができよう。真なる光の力、これであいつを救える。ここが試練だな。光の一族の聖域か。なるほど、強き光の術で守られているようだ。だがほら、この通り。光の者の肉体を利用すれば侵入はたやすいということだ。その声、ヘルムード。そうか、あいつを闇に染めた目的はこれだったのか。すべては我が計画のうち、貴様が一族の力を継承してしまっていたのはわずかながら誤算であったが、それも貴様をこの場で始末し、光の腕輪を手に入れさえすれば同じこと。我が計画に何ら狂いはないのだ。そういうわけだ。貴様には消えてもらうとしよう。大事なものに打たれる絶望を味わいながら果てるがいい。戦うしかないのか。今こそ授かりし力を使うとき。その一撃に光をまとわせ、闇にとらわれし光の子を解き放つのだ。助けてみせる。必ず。なあ、俺だ。本当にわからないのか。こんな形で戦う日が来るなんて。燃えろ。感じる。あいつが苦しんでる。待っててくれ。今助けてやるからな。私は一体、世界中の調和の祭壇で俺を助けようとして闇に囚われたんだ。すまない。俺のためにお前は。そっか、思い出したわ。ぼんやりとだけど闇に囚われていた間のことも。ありがとう、助けてくれて。いや、礼を言わなきゃならないのはむしろ俺の方だ。戻ってきてくれてありがとう。何恥ずかしいセリフ言っちゃってるのよ。いや別に。ほら、みんなが待ってるんでしょ。もう行かなきゃ。ああ、そうだったな。だがその前に一つだけ確認しておかなきゃならないことがあるんだ。光の番人、
ここに光の腕はないのか。光の女神から海底神殿にあると聞いてきたんだが。知らぬな。我は試練を与えし者。光の腕輪の所在は我の関するところではない。光の者よ、そなたは一族の力を見事己のものとした。行くがよい、そなたの求めしことをなすために。扉が開いたわ。二人一緒に出てきましたよ。ということはつまり、おそらく一族の力を手に入れたんだろう。そしてあいつも元に戻ったということだな。よし、よかったですね。よかった。突然この子が現れて扉の中に入っていっちゃったから心配してたのよ。これでようやく。おーい、みんな、なんだそれ。って、あれ、試練は終わったんでゲスか。ヤンガス、あんたどこ行ってたのよ。まさか昔の血が騒いで宝探しでもしてたんじゃないでしょうね。光の腕輪とかいうお宝があるって言うんで、つい。試練の間に光の腕輪はなかった。見つけたのか。まさか。そんなことより、ほら、隠れてないで顔を出すでゲスよ。ホミロン、ホミロンだな。おお、突然姿が見えなくなったゆえ心配しておったのじゃぞ。一体どこへ行っておった。僕、逃げ出したんだよ。パパから聞いてたことや大事にしてた冠が本物だって信じられなくなったから、怖くて。そしたらいつの間にかここにいたんだ。ここはパパとの思い出の場所だから。隅っこで寂しそうにうずくまっているところを見つけたんでガス。でも一人ぼっちじゃやっぱり寂しくて。僕みんなと一緒にいたい。弱虫でも役立たずでも一緒に戦いたい。一度仲間にしてくれる。ちょっといなくなったくらいで俺はお前を仲間じゃないと思ったりしないぞ。それにお前は小さい時からの友達だし、つまりそのもっと言うとだな。そう、もうこんな時まで長いんだから。おいでホミロン、一緒に行きましょう。これからもずっと。やったわ。ああ、よし。もう。ねえ。そうでガスね。
ああ。ねえ、お願いがあるの。今から私の里帰りに付き合ってくれない？里帰り？いいけど、今から？ただの里帰りではないだろう。俺の読みではおそらく何か大事なものを取りに行く口実だ。そしてそれは世界中の。あんたはちょっと黙ってなさいよ。ジュリエッタ、事情を教えて。できればなるべく簡単にお願い。分かったわ。でも彼が言いかけたのでほとんど正解。やはり世界中を救うために必要なものがあるの。私のふるさと資源の里にある霊木、その幹から取れる聖なる雫よ。そうだったの？じゃあジュリエッタが里帰りしてその雫を取ってくれば世界中を元に戻せるのね。いや、そんなに簡単なはずはない。雫を取るには何らかの作戦が必要なんだろう。その通りよ。霊木の雫を手に入れるのは簡単ではないわ。真の力に目覚めた光の一族、その祈りだけが霊木の力を呼び覚まし雫を生み出すことができるのよ。なるほど。だから試練を終えた今なのか。でもね、二人にこんなお願いをしてもいいのかって本当はまだ迷ってるのよ。私が里へ連れて行ったらあなたたち無事では済まないかもしれない。そんなの行く前に気にしてたって仕方ないわ。いいわよ。要は私たちが霊木にお願いして雫を取ってくればいいんでしょ。ああ、心配無用だ。たとえまずい状況になったとしても俺の完璧な作戦で切り抜けてみせるさ。お前たち、試練を終えてますます勇敢になったな。わしは鼻が高いぞ。ジュリエッタよ、案ずるな。この者たちは必ずそなたの助けになってくれるだろう。ええ、ありがとう、二人とも。ジュリエッタ。ええ。わかった。